なんで机の前に出てきちゃうの？お椅子に座ってて。ダメだ、ちゃんとサイト見よう。楽しそうこいつ。オーバーレイ呪文。あ、そういえば机だけの透過画像、オーバーレイ用ですって名前で納品してもらってたような。ちいかわみたいな存在な子やな。ここをこうして、うんしょうんしょ、こうしてこう。よし、今度こそわできたわ。ちいかわやねえかこいつ。わあ、できた。すごい、 VTuber みたい。これでようやく初配信できる。楽しみだな。あかん、ちいかわにしか見えない。誰も来てくれなかったらどうしよう。一人で1時間喋り続ける自信ないよ。まあそれでもいいか。とにかく始めてみないと。絶対ちいかわ好きやろ。次はコメント来るといいね。 あなた誰なの？なんで私のこと？俺は律って名前なんだ。調律の律っていう字だよ。聞かされた名前にも全く覚えがない。やっぱり本当に見ず知らずの他人なのだ。名乗ったんやけど、この人特定できるやん。ここは私の家なの。だから出て行って。今日からは俺たち二人の家だよ。それはね、いきなり別の環境に連れてくるとびっくりしちゃうと思って。だからいろはちゃんが落ち着いて過ごせるようにね、いろはちゃんの部屋のものと全部同じに揃えたんだ。気に入った？ねえねえ、嬉しい？ねえ嬉しい？ねえ嬉しいよね、嬉しいよね、嬉しいよね。こんなのおかしいよ。なんで私にこんなこと。返してよ。やだ、返さない。超イケボやねえか。今までのお前のキャラちゃうやん。やだ、返さないって言えよ。やだ、返さない。超イケボ。